サジ氏は、日本の氏族の一つ、丹波国表情軍サジ教より起こる。足立氏の一族であり、太平記末二に,に、現行三年三月、丹波国の住人、サジマゴゴロとイーケル兵、その日、かつて中り四五尺三寸の立ちをもって、とのせ、また、大人木末期さん、王人べっにもに、このサジ氏について記されている。この丹波国発祥のサジ氏は、 天正年間に、明智光秀によって滅ぼされた。尾張氏族の佐治氏は、稲葉国地図軍佐治里の国人領主。本姓を、尾張氏と言い,い、八条軍時の尾張氏の一族で代々、佐治郷氏を務めていた。初代を、佐治史郎道佐だと言い,い、佐治里の在地領主として佐治谷の本格的な、開発を行った。在地名の佐治を名字として名乗るようになった佐治氏は、 佐治主義田の第二、鎌倉幕府御家人の地位を得て、佐治号児党に任じられた。佐治氏は、佐治川を境に、北方と南方と呼ばれる行政区分を設けて佐治里の支配を行った。鎌倉時代後期になると分割相続による所領の再分化が進行したため、所領をめぐる一族内の争いによって、内紛状態が起こっていたが、訴訟などを通して、 事態の収集が図られた。鎌倉幕府滅亡後は南朝に属していたが、県武三年の港川の戦いの後、北朝に基準したため本領が安堵された。文奈四年の神南合戦には、山名時藤三家の国人として、佐治田島守るの名が見えるが、応仁文明の乱以後、佐治氏は、史上に現れなくなり、江戸時代には、小泉友方によって、書籍、 にも始めらず、ことひでにえも、ぶ、ければ、何の武士たるじも、考え、何種と記されている。現在、佐治氏関係の文書としては、稲葉民団記書集の、火星木村百姓某書有文書と、弁官部人支配文書などが知られている。開発領主である佐治氏は、仮地を起点に佐治谷の開発を行ったとされる。稲葉氏によれば仮地村を、一の子や、火星木村を、 サジザと呼ぶのは開発を南北に分けたサジ氏は、大井村に屋敷を構え、軍佐ラ山城を築城し、サジ号支配を行った。また、サジ氏は、豪一宮の軍佐ラ大名人を厚く建て祭ることで、豪民に対しての宗教的な権威も兼ね備えていた。欧米二十年付のサジ南方大井地行文目録によれば、 カリチなどの地域に2丁7二240歩の事業分を有していたことが分かっている。なお、この目録内には、天に言う、生にはといった他では見られない、公やけごと夫役の故障が見られる。佐治道チサ茂シゲ引田安さダ。ボ引田茂久。ボ達志堂シただ茂終わりし女。遠征、茂常三ネシ守る。 道格茂津笛行獣藩渡る虎丸まる鎮所。道前前願い、重体。茂と氏。大見国甲賀郡佐治省より起こり、佐治城を根城とした、大見国の佐治市である。平安時代の公平年間に、和佐さすけ、平これ時の子、行国が初めて、佐治省を領して、佐治市を名乗ったと伝えられている。甲賀市にある、佐治神社は、文明2年2月に、 佐治見まさか森平宇氏が混流したとされる。宇氏は六角氏に仕えた。宇氏の後は亀氏家、伊勢と続き、伊勢は織田信長に属して、大見国家盲軍の一子僧、羽田僧の大官を務めた。め、優の代で滅びた。甲賀二十一家並びに北山旧家の一つであり、官務平氏流の佐治氏と同様、大見国佐治将より起こったと言われる。 中高系図に、佐治、伴え、本国大見、山岡美中森影衆の男、民部将油、正助、将野、とある。ガ茂春守が、官務兵士流の佐治氏の発祥地と、同じ大見国高外軍佐治に住んで、佐治と称したと言われる。ガ茂系図には、都光春俊閣、俊守、佐治太郎、佐治三郎また佐治太郎の弟に、青山三郎佐田都 六郎春清家荷進むの落としとある。戦国時代に、尾張国地多軍に勢力を持った氏族であり、大野城を拠点とした。尾張氏や、佐治系図では、関武平志流の佐治氏と同じ大見国甲賀軍から、移り住んできたとしている。また一説にはもともと、足立氏族の佐治氏と同じ丹波国から出て、大見国、尾張国と移ってきたとしている。明王六年。 西の口新明社の胸札名に、佐治が守るため長の記載があり、佐治氏の在地性が確認できる。大閤期に佐治新介が子守りし、亀山の城をは、秀吉の先税として取り任せたまうとある。また、関屋記録などにも、この佐治氏が見える。江戸幕府幕臣に、平良の佐治氏がいた。関西系譜に収められており、家紋は、丸に七本骨日の丸の扇子。 丸に、鷹の羽打ち違い。鎮税引き付けに、佐治左衛門太郎を乗せ、また秘前深堀文書、昭華元年と二年のものに、佐治左衛門の城殿の名前が見える。また、福田慶図に、略王三年、千三百四十年、非前国神崎省内佐、自衛門次郎跡、谷長寺当職のこと、とある。ありがとうございます。